ということで、今日は SS トレンド春メイクをしていきたいと思います。そしてツヤ肌メイクも前回の YouTube でご紹介しているので、そのツヤ肌の上にトレンドの色をのせて、今私が一番おすすめのメイクをご紹介したいなと思います。それではどうぞ。はい、ということで下地がベースができました。ここまでは前回の動画でツヤ肌の作り方というのをご紹介しているので、まあ、下地だったりファンデーションだったり気になる方はぜひ前回の動画をチェックしてみてください。ということで、前回の動画で、まあ、チークまでしたんですけど、今ベースメイク、ファンデーション、コンシーラー、ハイライト、眉毛まで終わっています。今日は SS 春のメイク、トレンドのメイクということなので、今その前回のチークだけ撮った状態にしています。まずはじゃん、3のアイシャドウを塗っていきます。こちらディメンショナルビジョンアイパレット11番です。で、これが今のトレンドの色味なんですけど、去年までちょい前まではワントーンカラーでこう目元を仕上げるのが、まあ、流行っていたんですけど、今年の SS はこの暖色の中に寒色を混ぜるっていうのがトレンドなので、結構こうやって見るとちょっと濃くて私には無理かなと思ったんですけど、意外とのせてみると馴染むので、今日はちょっと挑戦春メイクしてみたいと思います。まずはこのオレンジの色味を目元全体に薄く伸ばしていきます。こういう感じでそう、一応全部手で塗っていきます。なんかね、クリームアイシャドウなんですけど、クリームアイシャドウにした理由は、結構このツヤ肌を今回は作ってきたので、ここの目元だけパウダーにしちゃうとちょっと目元だけ粉っぽく浮いちゃうような感じがするので、アイシャドウもクリーム状のものにします。で、クリームアイシャドウは結構手で伸ばした方が馴染むので、今回は手で塗っていきます。こんな感じに塗っていきます。はい、今オレンジが塗れました。結構発色がいい割にはのせると薄付きなので、こうやって見るとねいいんですけど、薄付きなのでそこまで心配しなくても結構誰の目元にも合う気がします。そして続いてこの黄色を目の黒目からこの外側にぼかしながら塗っていきます。ポン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 、これ結構黄色が強めなので、ポンポンポンポーンと伸ばしながら置いていく感じで、こんな感じ。これがねちょっと春っぽさですよね。はい、こんな感じです。今暖色の部分が目元全体に塗れたので、その中に寒色を混ぜるのが今回のポイントなので、このちょっと濃いめのパープルをこのキワキワから目尻に向けて、この付属のチップで細めにのせていきます。こういう感じで、でこの手でちょっとねこうやってぼかすとグラデーションになって、なんて言うんですか、パープルではなくちょっとピンクっぽい感じだったりオレンジっぽい感じが綺麗に出ます。で、このパレットすごいのが、こう全部を混ぜても濁らない計算されてるパレットなので、自分の気分に合わせて結構パープル濃いめにしててもピンクっぽくいい感じにグラデーションされます。右目も同じように、最初はちで乗せて手でちょっとずつぼかしていきます。ここのねグラデーションが綺麗ですよね。こんな感じです。ぼかして、はい、こんな感じです。で、次にちょっと濃く乗っちゃった時にこのピンクで目元全体をふわっと、ちょっとラメも入っていて、ピンクをこうのせることで全体のカラーがいい具合に調和されます。はい。すごい、いきなり春っぽくなりました。
なんかピンクだけ塗ると目が重たくなっちゃう方でも、こうやってグラデーションにしてのせることで、こういう凹凸が出るので、いい感じに仕上がります。メイクさんにメイクしてもらったような、こなれてる感じがします。こなれ感。いい。そしたら続いて、下のこの伸び袋のところにも、まずは下はこの2色を塗っていきたいと思います。伸び袋全体にちょっとラメ感のあるピンクをのせます。下まぶたはね、ラメがあった方が可愛いので、こんな感じにパールとラメが入っているこのピンクをのせて、でまたこの付属のチップでこのパープルをギリギリにラインみたいな感じで引いていきます。こんな感じです。かわいい。このピンク系がやっぱり春っぽさを高めてくれますね。うん、かわいいです。でもうちょっとピンクっぽくなりすぎちゃったなっていう方は、この最後にオレンジをトン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 って全体的に足すと、こんな感じのグラデーションに仕上がります。なんかこなれ感というか、自分でメイクしてるような感じではなく、メイクさんにメイクされたような綺麗なアイシャドウが塗れます。グラデーションの感じが今っぽくて、トレンド感をつかめてる感じになります。続いてアイラインを引いていきます。まずはビューラーで簡単にパパパパッとまつげを上げて、まつげの上げ方にこだわりあんまないので、こんな感じでまつげを上げて、そしたら私の大好きなラブライナーを使って、これ濃いめのブラウンになってます。アイラインはインラインを綺麗に引いてから、黒目の上ぐらいからちょっとだけ太めに、こんな感じで引いていきます。逆側も、はい、アイラインが引けました。そしたらこちらルナソラのパレット、これアイブロウパレットなんですけど、これの一番濃い色でアイラインもちょっとぼかしていきます。これ本当にこのパレットは何でも使えるので、1個持っておくと便利です。前回の動画でご紹介しています。はい、こういう感じでアイライン完成しました。下に、私は最近は下はアイラインは引かないで、しかも今日はピンクのねシャドウを塗ったので、アイラインは引かずにいます。続いてマスカラ、じゃん、カネボウセパレートロングラッシュ CC というマスカラ。これすごい良くて、私マスカラ下地塗らないんですけど、筆先がストレートで短めなので、ケパケパにならず、余分なマスカラがつかず、サササッとまつげ一本一本にちゃんと塗れるので、薄塗りができてなおかつ伸びるという、これも最近すごくお気に入りのアイテムです。こんな感じで綺麗に一本一本まつげが伸びてくれます。はい、そして下まつげもちょっとサササササくらいに塗ります。はい、まつげが完成しました。続いてチークを塗ります。じゃん、コスメデコルテ AQ ブラッシュフェイスカラー01番です。こちらはこれくらいのね、パープルっぽい青み系のチークになっています。チークは今年青み系がトレンドなので、まあ、こちらのコスメデコルテのものを使うんですけど、付属のものじゃなくて、私の気に入ってるこのチークブラシを使っていきます。で、チークはここの、あの内側の方に塗ると、まあ、そこが高く見えるんですけど、こう顔がちょっと丸っぽく腫れぼったく見えがちなので、私の顔は結構この端っこに
チークを入れると引き締まるので、この端からちょっとだけ高めの内側に入れる感じでいつもチークは入れてます。ちょっとシェーディング代わりじゃないですけど、でもこの青みチークは入れることで透明感がすごいアップしてくれるんで、わかりますか？で、これめちゃくちゃいい香りするので気持ちも上がる。はい、こんな感じです。で、まだちょっと血色感が足りなかったり、もうちょっとチークっぽさを出したいっていう方にはこちらもおすすめです。こちらアディクションのザ・ブラッシュマット 007M 版です。こちらは青みの中でもちょっとベージュ系なので、こういう色を足すとより血色感だったりチークっぽさは出ます。私もねちょっと血色がないのでこれを足していきます。はい、こんな感じです。でもうちょっとツヤ感を出したいなって方は、あの前回の動画のチーク、クリームタイプのチークとかを塗るのもおすすめです。はい、こういう感じで青み塗るとやっぱりちょっと肌が透明感もですし、ちょっとトーンアップして見えるので、そういうところでも今回このチークたちはとってもおすすめアイテムになってます。はい、そしたら最後にリップを塗っていきます。今日塗るリップはじゃん、こちらベアエッセンシャル13番、こちら品質のものです。これはもうねヘビロテしてるリップなのでもう結構ないんですけど、まずこちらをベースとして今日は塗っていきます。こんな感じのちょっとマットなんですけど、どんなメイクにも合うのでこちらはヘビロテアイテムになってます。で、今日は目元に結構色味があるので、で、チークも青みなのでちょっと目元がオレンジっぽいので、このオレンジっぽいレッドのルージュディオールベルベット 999V 版を塗っていきます。で、今この下地というか全体にこの品質のリップを塗ってるので、唇の内側に縁っぽくこういう中のここの中側にこういう感じで塗っていきます。そうすることで唇に立体感が出ます。外側をちょっとこうやって動かして、内側に濃い色があるのでこんな感じの立体感唇になります。そして最後に今日おすすめなのがじゃん、こちらリップスティックコンフォートコスメデコルテのものです。こちらはマスクをしても落ちないというめちゃくちゃ今に必須アイテムなんですけど、質感を残しつつツヤっぽい唇だったらツヤっぽいまま加工してくれて、このマットの質感のままマスクにつかなくしてくれるというすごい優秀なアイテムなんですけど、これをね口全体にこうこんな感じで塗っていきます。で、このままちょっと乾かします。はい、そうするとなんかリップコンフォート自体は結構ツヤ感があるテクスチャーなんですけど、グロスっぽくならずマットのまま加工してくれてます。で、ちょっとティッシュオフします。ほら見て、全然つかないんです。一回これがマスクだとしても結構グッてやってもこんなにつかないのすごくないですか？でも色はねこんなに乗ってるんですよ。なのでこれをすることでマスクも汚れないし、ずっと唇の色もキープされるので私が毎日ヘビロテしています。皆さんも2022年 SS トレンドメイクやってみてください。